ごめんね、なんかくっせーのよ。なんだくっせー、畑湿ってるしな。うん、マジ除湿していい、はい、ちょ臭すぎるまであるもん。めちゃくちゃいいね。ということで、私は1ヶ月8分の住人生活ということで、ここが拠点になります、僕の。おー、ありがとうございます。ありがとう。ベッドやらないやら取ってきました。おろ、エアベッドです。ベッドがここにあるときはいつでも最高だな。俺がベッドで寝ようとしてる。ちょっと設営します。はい、はい、今回ですね、はい、こちら、はい、エアベッド、はい、サイズ、うん、ダブルです。えダブルなの。はい、でかっ。それマジ寝れてまうやん、本当に。はい、お邪魔しますね。横で寝んの。今日泊まっちゃおうかなって。ヤスケさん、はい、コンセントそこにあります。はい、あ、なんか、いきます。お願いします。お、ふざけた。いいね、こんなもん。めっちゃいいよ。パルチしてる。びっくりした。これ最高なの。ちっちゃい。ちょっとまだ寝てごらん。おお、あら、あ、なるほどね。よいこれは寝ます、おやすみなさい。ちょっと僕もいいですか。ああ、よいつまた。やべ、え、なにミスター。敷きパッドシングルサイズ買ってきちゃった。でもこれね、これでもショーミーダブルじゃないくないか。これこんぐらいだよね、シングルって。まあでも寝れはさ。ああ、いいじゃん、絶対寝れる。全然いいよ。いいっすね。あ、いいじゃないですか。うわ、どうですか。これ完璧ですね。じゃあおやすみなさい。おやすみ。これ冷たくて気持ちいい。お邪魔しました。お邪魔しました。はい、またね。何？なんかここの住所宛に届いてたよ、なんか。ハッピーバースデーって。エンズ TBC。なんでここの？いや、わかんない。嬉しいじゃん。じゃあ開けてみよう。開けよう。上だけでいい？まあ鉄の部屋でもいい。俺の部屋でもいいけど。こちら出します。こちら押します。はい、こちらします。はい、片付いてないから開けよう。チケット、メンズ TBC ってあのエステとかのやつ。そう、そうだよね、美容系だよね。脱毛の体験コース割引みたいな、おお。でも割引か。でもなぜここに送られてきた。いや、マジで。かなり謎ですね。じゃあ、ご飯食べよう。うわっ。ウェーイ、ウェーイ、すごいテンション。ウェーイ、おじゃん。ウェイって言ってるもん。だって、テツがウェイって初めて言ったでしょ。静岡でさ、友達が遊びに来た時に勧める飲食店ってどこがあります？すこやか。すこやか。うわ、遠いなとめっちゃ濡れてた。うわ、爽やか。爽やかですね。はい、爽やかといえば3組。あー、そっちか。そっちね。そっちね、まあ確かにそれもあるけど、知らないな、みんな伝わんねえ。俺爽やか3組知ってる？ちょっと分かんなかった。えぇ、ー、ね、ジジだ。ジジジジ発生してるな。ジジ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 ジみたいにしてる。そういうワンピースのキャラいる。あ、いる、いる、こんな。じじっておじいさん。爽やかといえばハンバーグですよね。ハンバーグってさ、こねるやん。こねますよ。24時間こねたらどうなるんやろうと思って。わお、24時間シリーズ、イエーイ。24時間シリーズということで、本日24時間ハンバーグこねたらどうなるのですね。わお。ということで、24時間ハンバーグこねよう、みんなで。うわい。12時ぐらいから始めたいんですけど、はい、もう時間がないんですよね、今。何時だ、はい、45分です。45分はい、買ってきたんで、はい、あの今すぐ玉ねぎをみじん切りにして炒めてほしい、はい、まずは弱火にいきましょうね。うまそう。この量の玉ねぎだけを炒めることそうそうない。こう見えても俺、キャンプ1回も行ったことあるんで、なんかそういうのには長けてるんですよね。1回も。最初にもみもみするの誰だっけ。一番手なんと俺だ。12時ちょうどにもみ始めたいよね。はい、明日あれやね、24時間こねて焼くってなった時に、即席でその瞬間にこねたハンバーグも俺作るから。確かに。それで比べてみよう。はい、そろそろ行きましょう。はい、 OK。 シャイゲイゲイゴーゲイ。
玉ねぎうまっ。さあ始まるぞ。始まりました。熱い。頑張って。普通熱い。ふふー。すごい湯気出てるもん。タレさん頑張って。ガチガチ熱かった今。いや楽しみだな。これでまあ交代でやっていくということですね。はい。7時23時間半で、はい。10分、10分、10分。え、いいな、みんな。いいな。みんな10分でいいな、俺23時間半の。腕まくりしてもらっていいですか。腕をまくると。痛え、威力やべえ、お前。痛え。うわー、痛え。痛え、痛え。頑張ってね。何やってんの？ボタンを外すだけだよ。知ってます？俺のスマホからさ、ディアニメストア開いてダンバチ3機流してね。やばやばいよね。35分経過してこんなんです。こねすぎて肉っていうよりなんかもうツナ？ネギトロ？ネギトロとかツナ。うん、ベチャベチャし始めちゃった。あら、これ大変なことになる可能性あるよ。24時間後なんかスープになってるとか可能性ある。2時間。いやもう分からん、1時間後の状態と2時間後の状態が。でも間違いなく普通のハンバーグではなくなってる。すでにこんなトロトロだっけな。やばい、充電切れちゃう。やばい、ちょうどいいのに。もうちょうどいいのに充電がもうピコピコいってる。やばい、ヨシピッターがもう迫っているのにもかかわらずあと30秒ぐらい。はい、ということで、ちょうどいいタイミングで電池が切れましたが、はい、最初のタナッチの4時間、フィニッシュ。ナイス、フィニッシュ。ここからは私、もみもみ先生ですか。もみもみ先生の出番。うわー、スケベや。怖いのがやっぱ常温だし夏だしで、揉んでて腐っていかないんかなっていう。そう、俺それがね、でも焼いたらなんとかなるんかなとか思いつつ、ちょっとだけやってて不安になった。もう一個のボールに氷水貼って。ああ、なるほどね。うわ、なんかドッグフードじゃん、これもう。まあ、多分大丈夫だと思いますけどね。まなぶさん、そのあたり、見解いかがですか。温度はどうですか。まだ冷たい感覚あるけど。いや、これツナよ、これもう。ガチツナ。ツナの匂いするんだけど、シーチキンの。では、ここから私、もみもみ先生が4時間やりますよ。話し合えて1時間おきに来てくれん。最近美容室の動画見るのにハマってて、もう当たり前に俺ら美容室行くんやん。そうですね。うん、たまにはなんか美容室行ってこうやってこれされたくない。これいいね、これされてと思って。もう美容室しかできないですからね。免許が違うもんね。だって、はい、多分美容室ばっかりにお客さん取れとったらあかんやろから、おしゃれになってきてるんですわ。開始から6時間が経ちました。全体の4分の1が終わりましたね。相変わらずこんな感じでですね、ネギトロです。ここでハンバーグクイズのお時間です。チン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 。問題、ハンバーグの発祥とされている国はどこでしょう。皆さん、あまりにも日常的に食べているハンバーグですけれども、どこが発祥、つまりどこで生まれたか知ってますか。もうハンバーグと言ったらね、アメリカだと思うのと違うのか。オーストラリアとかじゃない。実はハンバーグはドイツなんです。あーね、ドイツ。びっくりしたでしょ。かっこウィキペディアの情報なので合ってるかどうか知りません。開始から8時間が経過しました。あたりはもう真っ暗です。そして肝心なお肉の方なんですけれども、もうね、玉ねぎはないです。さあ、ここから私です。よし、ではコネリストいきます。うえあおえお、やばいっしょ、グロっ。ちょっと頑張ってくれ。はい、私は待てる中に。お疲れさんです。僕は20時から、0時ですね、24時まで4時間こねていきたいと思います。僕以外みんな帰ってしまいましたね。1時間経ちました。特に変わりはありません。今氷で冷やしながらやってるんですけど、まあまあ冷えてる気がします。氷作戦いいっすね。僕がこれを混ぜ始めて1時間、そして誰もいなくなって1時間。寂しいっすね。その後も男は一人で混ぜ続けるのであった。よし、
ちょっとお水を捨てましょう。はい、今こんな感じですね。こんな感じで氷を入れ替えました。はい、ということで引き続きこねていきます。お、10時パチパチパチ。今僕ずっと冷やしながらこねてるんですけど、なんか陽平くんからバトンをもらった時よりなんか色が変わってる気しません？冷えてめっちゃ固まってきてるんですよ。粘り気がとんでもない。引き続きこの後もこねていきます。誰か来た。誰だ。トゥーイトゥーイ頑張ってますか。頑張ってるよ。うわ、もうちょっとで日付変わるよ。遊びに来たの。遊びに来たついでにカメラ撮り来たついで俺は今からキングヒューズ無理キングヒューズいってらっしゃい。いってきます。お、来たわ。特に変わりはないです。ずっと同じ感じですね。お、来たね。お疲れさん。お疲れさん。よし、変わります。任せた。俺はまだいけそう。いけそう。それでは12時から4時までやっていきます。ウェイ。こね始めてから13時間経ちました。12時間とそんな変わりはないです。ほんとね、繊維がすごい。繊維しかない。そんな俺は繊維喪失。いやいや。それではあと3時間やっていきます。こね始めて14時間経ちました。ツヤツヤになってきました。なんか思ったより見た目は変じゃなくなってきましたね。なんかこういうハンバーグもありそうみたいな感じです。このままやっていきます。やめくーということで、こねてから16時間経ちました。ここで陽平くんにこねるのバトンタッチします。よろしくお願いします。お願いします。それでは24時間ハンバーグこねこね、朝の4時から朝の8時部門担当の陽平先生です。それではオペを始めます。5時。外はかなり明るくなりましたね。6月は5時にもなれば外はすっかり明るいです。あいせー、こーいこーい、こーいこーい、よくということで、はい、開始から20時間ひたすら揉まれた。うわ、任せました。ラスト頑張ってください。始まりました。ラスト4時間頑張ってね。もーみもーみ。あー、これか。みんなが感じてたものは。ストレンジャーシングス見たことないけど、いきなりシーズン4から見てみよう。高3なんでやめます。まもなく21時間を迎えそうなんですが、ザラザラしてる繊維みたいなのがいっぱい出てきました。キョチー。はいはいはい。まもなくですね、22時間経過しそうであります。ハンバーグあるある、てんてんてん、ハンバーグあるある、てんてんてん、ハンバーグあるある、てんてんてん。5文字。はいはいはい、はい、終わりますよ皆様。ああ24時間経ちました。ここからはそいつを焼いていきましょう。新品のハンバーグを今から作りますんで。なるほどなるほど。鉄が新しい新品で作ってみて色比べられるよね。そうそうそう。いや、ワンマジ全滅ある。ガチある。全滅してもこの動画だけは出そう。真似しちゃいけませんでしたよっていうのを、あの動画だけは、あの生き残ったほらはじめさんに編集してもらって俺ら最後の動画ははじめさんが編集して出る死んだ場合も。いやー、これし、うわー、こっちが今作るハンバーグ。うまそう。これを混ぜていきます。こんなもんかね。ナイス。
これは色違うわ。うわなんかやばいぞ。やっぱこれマジで真似しないでください。僕たちは特殊な訓練を受けていますので。調べよう。24時間ハンバーグ死さあ俺もね、夜怖くなって調べたんだけど出てこなくて、食中毒って調べたんだけど、よく焼いて食べれば大丈夫です。ああ、じゃあ大丈夫だよ。こいつをね、生で食べない限り平気だから。レッツゴー。種は24時間寝かせる場合もあるんだって。24時間ね、冷蔵庫でね。うん言い訳にしたくないけどさ、ちょっと思考するほどの体力がさ、余ってなかったじゃないですか。でもまあ冷やしてるんで。うん、で逆に危ないかもしれないけど危ないんだよってやった人いないじゃん。うん、可能性があるだから。行きますか。行きましょう。あ、あのね、触り心地一緒だよ。おお。一緒一緒。こちらね。あ、一緒一緒。ちょっとあっち誰か焼くね。やってみて。あ、じゃあ俺持つよ。あ、じゃあまた。はい。せーの。はいはいはい。うまっ。うまそう。うまそう。ちょっと冷静になっていい。さすがに何も調べないで。全員24時間食って明らかに色も変化してます、匂いも酸っぱいです、なのに食った全食中毒はちょっとバカすぎる気がする。どうします。いけにえ。罰ゲームってこと。僕が食います。うわ会長毒味するわ。料理人のね、幼馴染いるんで電話して聞いてみます。お願いします。もしもし。もうでしょうか。あ、リュウシは久々っすか。あのさ、今動画でさ、ハンバーグを24時間こねてたの。このハンバーグって食べて大丈夫かな。え、食中毒とか大丈夫かな。24時間こねてたの。そう、24時間こねてた。一応あの、氷につけて冷やしてはいたんだけど。こねつつ。そう、こねつつ。え、素手で触ったりした。素手では触ってない。ゴム手袋みたいなのつけてる。まあ、不安ではあるよね。ああ、あの、それで食中毒になったら俺見るわ。わかったとりあえずよく焼いて食べてみるわ。じゃあ、うん、よく焼くしかないと思う。オッケー、ありがとう。じゃあね、急に。じゃあね。はい。絶対ダメとは言ってないよ。じゃあ焼くね、こっち。いきます。はい。あ、それはもう完璧だね。こうなったら。うん。おお、うまそう。これは見た目は違い、分かります。見た目は違い、分かりません。よく火を通します。はい。俺も食うわ。いいよ。いや、俺だって持ってきてるから、これを。24時間こね続けたいって言って持ってきたから。俺も食う。よく焼けばいけるって言ってたし料理人も ね。いや、見た目一緒だけど。一回普通のパン食うか。いただきます。はい。いただきます。うん、非常に美味しい。うん、こっちが24時間ですね。はい、はい、いただきます。いただきます。あ、変わんない。うん、変わる。違う。こっちの方がうまい。うん、ちょっとまあ肉の感じはやっぱりこっちの方がうまいね。別にまあ、ああ、まあ、味はそう、そんななんすよ。まあちょっと多少なんかよくヒートしてるから、そのあのね、なんかあれだな、ザラザラしてるね。うん、わかんないよ。でもこれあんま変わらんけど、真似だけは絶対にしないでほしい。はい。これ特殊な訓練積んでますから、うん、僕たちが無事だった時だけ動画が出ます